セブンアイホールディングス祖合、西部池袋ショッピングパーク西部グループ池袋ショッピングパーク池袋ショッピングパークは池袋駅東口にある地下ショッピングセンター及び公共地下駐車場及びその運営会社ビル賃貸業も営んでいる運営会社株式会社池袋ショッピングパークはセブンアイホールディングス傘下の祖合、西部の子会社であり 西武ホールディングスが24.2%を間接保有する持ち分法的用会社でもある。池袋ショッピングパークは株式会社池袋ショッピングパークが運営するショッピングセンター及び公共地下駐車場である。地下1階のショッピングセンターは南、北の2館体制で食品、飲食や医療、雑貨等のテマントが入居しており、数年ごとに リニューアルされている。年間入観客数は2685万人。一部は西部池袋本店の地下1階と連絡通路でつながっている。地下2階の公共地下駐車場は171台、収容可能な24時間営業の自走式駐車場である。年間駐車台数は31 0台。公共地下駐車場は 西武池袋本店の契約駐車場でもある。第二次世界大戦後の戦災復興都市計画の一環として区画整理事業が行われることとなった。闇市が軒を連ねていた池袋駅東口に東京都都市計画課の主導により駅前広場が作られることになり、地下1階に商店街同2階に駐車場を持つ地下街の建設が計画された。 鉄道からのアクセスは JR 池袋駅北改札が最も近いその他鉄道各線バス停の池袋駅からも徒歩後の10分ありがとうございます